ヘクター・エンリケ・サンチェスは、ベネズエラ・アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。2019年現在は、独立リーグ・アトランティックリーグのロング・アイランド・ダックス、所属。2006年にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約。2011年7月15日の、サンディエゴ・パドレス戦で、メジャーデビューを果たした。2012年は初めて開幕を、メジャーで迎え。 バスターポージーの控え保守を務めた。前年にトリプル A 級フレズのグリズリーズでリハビリ中だったバリージトとコンビを組んだ経験から実質的な専属保守となりジトが登板した32試合中25試合でマスクをかぶった。2015年12月2日にノンテンダー FA となった。12月16日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 2016年4月26日に、ケバン・スミスの15日間の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結んで25人枠入りした。5月9日に、ィーフとなった。5月11日に、ベーバー工事を経て、パドレスへ移籍した。6月14日に、ィーフとなり、24日に40人枠を外れる、形で参加のトリプル A 級、エルパソチワワズへ配属された。 8月31日に再びメジャー契約を結んで25人枠入りした。オフの12月4日にマイナー契約で再契約した。2017年4月2日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りした。4月7日に脳震盪で7日間の故障者リスト入りし、4月14日に復帰した。5月6日のロサンゼルスドジャース戦で打球を右足に、 受け途中交代し、5月7日に故障者リスト入り、6月23日に故障者リストから復帰した。11月6日に40人枠から外れる形で、トリプル a 級エルパソチワワズに降格し、同日 FA となった。2018年1月5日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2019年1月21日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだが開幕前に解雇となる。4月8日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した。ありがとうございます。